はい、こんばんは、ドンチャンネルです。11月6日、今日映画見てきたのでね、感想動画をあげます。タイトルは貞子 DX。 この何タイトルからいつもなんかこう探りを入れるみたいなスタイルを自分撮ってるんやけど、貞子 DX の DX ってどういう意味？デラックス？なんかね、ネットで調べたけど分かりませんでした。もし分かる人がいたら教えてください。で、貞子シリーズってさ、めっちゃシリーズあるんですよね。それで、何も知らないのに語るのもちょっと悪いなと思って、そもそも貞子っていうのは、リング、螺旋、これ大ヒットしましたよね。1998年。の、中に出てくるキャラクターで、もう何ちょっと華奢で白いなんかネグリジェみたいな服を着て髪が長くてっていう、まあホラーのねアイコンになってるんですよね。ざっといきますと、リング1998年、螺旋1998年、リング21990年、リングウイルス1999年、これは韓国映画らしいですね。で、リングゼロバースデイ、ゼロでいいのかな、から2000年、ザ・リングが2002年アメリカ映画、リングス2005年ショートフィルムで、ザ・リング2が2005年アメリカ映画、まあハリウッドの方にね、ジャパン、あの J ホラーが渡ったっていうことで、ほんで今から10年前、もう10年経ってるんやなと思って、貞子 3Dで、2013年が貞子 3D2。んで、2016年に貞子 VS かや子。で、3年前あったのが、貞子っていうネームで、で、それから3年経った3年経った2022年今年に貞子、DX と。まあ、24年の変遷があるわけですね。ほんで、貞子ってさ、もともと山村貞子さんっていう名前のね、キャラクターで、小説の中にとかに登場して、もう小説の中では、死んじゃった人っていうことで登場していたらしいです。で、まあ、うすらぼんやり僕でも知っていたのが、貞子っていうのは、呪いのビデオを見た人が、24時間後に突然死するという、まあ、この24時間後っていうのは今回なんだけど、まあ以前はビデオね。それも VHS 時代のね、ビデオだもんね。で、それがもう一回現代に復活するんやけど、今は SNS とか、ね、YouTube とか、まあそういう時代なんで、それに環境を合わせた形でリメイクしたのが本作品っていう位置づけです。で、あらすじをね、ちょろっていくと、IQ200 の天才大学院生、一条彩香、これ、小芝風花さんが演じてます、は、テレビ番組で共演した人気霊媒師の、剣心、池内博之さんが、から、事件の釈明を、事件の解明を挑まれる。解決してみろよ、とね。科学で何でも解決できるんだろう、みたいな。呪いが SNS で拡散すれば人類滅亡と主張する剣心に対して、呪いなんてありえないと断言する彩香だったが、興味本位でビデオを見てしまった妹の双葉、八木勇気さんから一本の電話がかかってくる。お姉ちゃん助けて、あれからずっと白い服の人につけられていてっていうね。彩香は全ては科学的に説明できると、自称占い師の前田王子、河村一馬さん、謎の協力者、感電ロイド、クロバー・マリオさんと共に、呪いの方程式を解明すべき奔走するっていう映画なんですね。で、結局、ああでもない、こうでもないってね、理屈を考えるんだけど、もう24時間とかいうタイムリミットはあっという間に迫ってくる。キャーどうしようみたいなね。あ、それで、なんかね、この占い師の元カノに愛ちゃんっていう人が出演してたんだけど、あの、愛ちゃんっていうのはなんかこの前見たあの、タイムループもの？マンデーズに出てくる女優さんでしたね。で、まあ、貞子っていうフォーマットを今の SNS 時代の中に持ってき
たらどうなるかっていうことで作られてる映画なんだけど、自分的にはね、最近あの J ホラーが、まあ邦画の中のね、あのちょっと怖い系があまりパッとしなかったんで、この貞子 DX もあんまり期待せずに行きました。でもお話としては結構よくできていて、まあちょっと役者さんの演技とかでちょっとうーんと首かしげるところはあったんだけど、まあそこのところは目をつぶって見てみたら、ああなるほどね、そういう解釈、特にコロナで大変なことになっちゃった現代を見据えて、その中でこういうふうなこう感染もの恐怖が感染していくみたいな、呪いとかそういうものの新解釈をやっていて、ああなるほどねって。それでエンドロールが流れた後のあのサービスカットもすごいよくできていて、ああなるほどねって、ああ呪いの新解釈っていうのはこういうことで、まああの今映画館で鑑賞しているあなたももうすでに呪いのビデオを見てますよみたいなところでね、やってもらったので、まあ後味よく見れました。だからまあそのリングとか螺旋とかの冷やっこい怖さ、まあそれをもう期待する人ってあんまいないんじゃないですかね、まあこんだけ年が経ったらさ。うん、だからどううまく現代にそれをこう落とし込むかっていうことへの挑戦をね、この映画を作ってるスタッフさんがされていて、自分的にはね、ああなるほどねって、そういう解釈なんですねっていうのがねよくわかりました。うん、まあそんなこの作品傑作だから絶対劇場で見なきゃ損ですよっていう作品ではないけれども、まあ映画としてはね、ああよくできているよく出て、解釈上ね、納得のね、落としどころというふうに自分は見たんで、まあまあ、かな、みたいな。まあね、映画サイト上じゃちょっと厳しい評価なんだけど、なかなかね、もう、昔からある古いフォーマットで、今の鑑賞者をね、どう満足させるかっていうのは結構難しい面もあってね、脚本もね、すごい苦労されたんじゃないかなと僕的には思いました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。